おはよう。ハクは遊びに来てくれたの？まあね。ほら、地上にいるかけたま隊同士、いろいろと情報交換をしないとね。ところで、カツラギは？それが、神兄様は昨日の夜、僕は覚醒した！ゲーム世界の神になるんだ！って言葉を残して、部屋に引きこもったままなの。そうなんだ。ハクは、今ちょっと残念そうな顔した。するわけないでしょ。だいたい忙しい中会いに来たのに顔出さないなんてどういうこと？カツラギ、このドアの向こうにいるのね。だったらこの証の玉で。ダメだよ、そんなことしたら家ごと壊れちゃうよ。 I don't wanna let the chance slip away. Why is my freedom taken away? Reason that's against the ocean. 神の御座知る世界、落とし神降臨ユー。エルシー役の伊藤かなえです。ハクア役の早見沙織です。はい、今回の神のみラジオはなんとなんとエルシー&ハクアのかけたま隊スペシャルバージョンでお届けしていきます。イエイ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 。なんと、はい、神兄様こと、はい、下野様は、下野様なんかすごい崇めてるんですかこれ。下兄様は、はい、下兄ってことですね。下兄は、はい、だんだん分かんなくなって誰のこと言ってるのか分かんなくなってきちゃった。下野様は、下野様は、はい、部屋に引っこもってるのかな、分かんないんですけど。引っこもってんですか。何してるか分かんないです。メールしてみますか。メールしてみますか。どこいるんですか。今どこですか。来てくださいってね。あら、まあ、はい、ということで今日は、はい、早見地区長が、はい、来てくださいました。地区長ということで、はい、はい、ちょっと地区からよろしくお願いします、はい、地区長。任せなさい。乗っかってきます。乗っかってます。乗っかってるの。乗っかってます。早見ちゃんも乗っかってくの。乗っかってます。はい、はい、ハクはもう神の御座知る世界2から本格的に登場しましたね。そうですね、やっと、うん、まあ、一気ちょっとだけ最後あのなんかちょっとぼやってした絵みたいな。その最後だけだったんで、はいはい、先日の放送でもハクはまた再登場して、始末書が、うん、なんかドタバタな回でしたね。なんかちょっとこうコメディっぽい感じのあれで楽しかったですよね。なんかこうどんどんハクはとケイマくんが仲良くなってて、エルシーはやきもち、あら、私も仲間に入れてみたいな。あ、必死です。だいぶ必死。ずるいずるいずるいってエルシージタバタしてるから。3人でも仲いいですからね結局は。ハクアはちょっと、はい、ケイマくんにポッて、ね、ポッてしてるのかな。ポッてしてるよね。同じですよね、うん、こう気を許しているというか。そうなんですよね、まあ、エルシーに対しても結構こう信頼は置いてて、でもなんか異性で。そうなんですよね。そう別のこのジャンルじゃないですか、うん、恋愛みたいな。でもなんか人間で初でしょ。そうなんですよ、人類では初の。ケイマくんって相当すごいんじゃないかな。なんかそういうなんか持ってるんじゃないですか、ね、フェロモンとか出してるんですかね。あ、引き寄せるんだ。なんかその匂いにエルシーもね、うん、引き付けられてますもんね。そう、だいぶ、ね、兄様あってのエルシーです。おお、下野様今日いないけどね。いないけど引きこもってます。メールしないと。またメール出てきた。さて、はい、この神のみラジオどんな番組かと言いますと、はい、毎回一つのテーマを攻略しかけたまを交流することになっています。あー、いつもはですね、はい、神兄様こと下野様が、はいはい、下兄様が、下兄様が、エンディングで綺麗にこうまとめてくださるんですけど、あ、そうなんですね、はい、あ、今日いないから。メールで、あ、メールで。あ、リスナーさんの子どれがいいかなって、どれがいいかなって。今日はどうするんですか。どうするんです。まあ、ちょっとおいおい。まあ、まあ、やりながらでいいか。L ということで、わあ、ぶっこんできた。今回の攻略テーマはこちら。愛の予感を攻略。はい、はい、神の御座のエンディングテーマのタイトルでもあります。愛の予感。愛の予感、私たちも歌ってますね。そうですね、一緒に歌いましたよね。愛の予感、なんか深い感じがする。いいですね、愛の予感というワード、うん、いいですね。なんかドキドキしますね。ドキドキします。まあ、ということで、はい、今回はかけたま隊がお届け、はい、果たしてエンディングは見えるのか。神の御ラジオ始めるわよ。この番組は現在神の御CD が6週連続リリース中で、社内もすごく盛り上がっている。ゼネオンユニバーサルエンターテインメントの提供でお送りします。
ぞ知る世界、落とし神降臨ユウ。改めまして、神の溝知る世界2、 LC 役の伊藤かなえです。箱屋役の早見沙織です。はい、今回の神の溝ラジオはかけたま隊の2人でお届けしていきます、はい、イエイ。第2期から本格的に登場になった箱屋。そうなんですよ、 LC はもう本当に箱屋のことが大好きで、箱屋ってすごいねって言ってくれるんですよ ね、 ね、うん、ありがとうございます。沙織ちゃんから見た白亜ってどんな、はい、一見、うん、やっぱこのツンデレ要素がすごい目立つじゃないですか、やっぱ白亜って気が強い感じ、はい、気が強い感じがするんですけど、うん、意外とやっぱりこう中身を掘り下げていくと、うん、やっぱりこう学校ではすごく優等生だったのが、うん、現場でなかなか活躍できず、その悩んだりとか、ね、そうなんですよね、実際のこうあれがうまくいかないとか、うん、悩んだりもするし、うん、ちゃんと自分のことをしっかり考えてるし、よりこう相手を思いやれる人なのかなっていうのはちょっとありますね。かなえさんどうでしたか？すごく可愛い。いただきました。しっかり者だし、そうですね、こうなんかすごく努力家だし、そうですね、支えてあげたいなって思う。あら、なんか可愛いよね。可愛いですよ、けなげなんですよね、なんか自分とか周りに対してすごい一生懸命で、またキュンポイントでもありますからね。まあでもこう結構悩んじゃって、あの心の隙間にこうかけ玉が入っちゃうってことがあったもんね。かけ玉入っちゃったんですよ。入っちゃった。入っちゃったんですよね。かけ玉入っちゃって、もうなんか大変なことになっちゃって、あの時本当にご迷惑をおかけしました。本当にこう助けられて本当に良かったと思っております。なんかお見合いみたいな。でもなんかエルシーもこうなんか純粋に、はい、白亜すごいよね、かっこいいよね、白亜って完璧だなって言ってる、なんか言葉でもちょっとこうなんか白亜がそんなことないんだよ、ね、努力してるのよっていうのがすごくなんか悪魔なんだけど人間らしい悩みというか、そうですね、うん、なんかこう見せてないからこそのっていうのありますよね、うん、努力してる姿を周りに出さないじゃないですか、なんかこうなんだろうね、鎧みたいの着てこう、そうなんですよね、絶対もう私は完璧だからっていうのをね見せてる。そうですよね、だからだいぶ人間らしいのかもしれないですよね、うん、すごくエルシーから比べたらだいぶ人間らしいですよ。エルシーは悪魔っぽくもないですけどね。あれそんなことない、もう悪魔代表ですよ。あれもだいぶ持ったまあまあいろんな悪魔いますよね、まあ、いろいろいるからね、人それぞれ、人それぞれ悪魔それぞれみたいな、みんな違ってみんないみたいな、そうそうそう、みんないそう、みんないみんないなんか無理やりつなげた感じ。まあいいんですよ、みんな、はい、みんな個性があってね、みんないい、そうです、それがいいんですもんね、はい、それ神の実のワールドですもんね。はい、ということでこうお便りが届いてるんでご紹介しますよ。ペネームドクロ室長の右腕さんからいただきました、うん、ほら、なんかドクロ室長のこの辺にいる人かな、この辺ってどの辺、この辺ってどの辺、右腕の後ろぐらいにいる、右腕の後ろなんですか、右腕って言ってるのに勝つの後ろ。画面の中でね、あ、画面の中でいたかな、透明な能力を持った人かもね。読みます、読みます、すいません、本当にすいません。神の実4話見ました、はい、ありがとうございます。白亜のデレ最高でした、やったー、これから先も頑張ってほしいです、うん、そしてエルシーにもこれからもっと頑張ってくれることを期待しています。そうですね、頑張ります、頑張ります。いや、白亜の結構ツンなところをこう表面なんだろう見せてるけど、そうですね、時々出れるところ、ね、結構出れるんですよね、あ、意外でもないか、結構出れる、意外に出れるタイプなんですよ白亜。確かに3話でも結構出れてましたし、うんうん、なんか裾とか掴んじゃったりとか、あ、なんかそういう、はい、怖いんだよ、怖いからこう、ね、怖いからこそ。なんですか、男子からしたらこうキュンなんじゃないですか、裾をつかむっていう行動、なんかキュンって言いませんか、どうなんですかね、こちらうんうん、キュン、うんうんって言ってる、すごいうなずいてるぞ。裾をつかむのか、裾つかみます、つかまない、つかみまして、どんな質問だって。転びそうなった時とか、なんだぶビリみたいな、やぶ、今なんか破く効果入った。それはキュンとこないね、あれって
ってなりますもんね。やぶいんだぞこいつって。バレたよ。こいつやばいってなって。大丈夫俺の服みたいな。なりますね。難しいですね。でもデレは可愛かったですね。デレ可愛いです。そこがいいんですよね。ギャップです。小声でボソって言ったりね。言います、言います。だいぶ小声でやりましたもん。あー、可愛い。常にこう張ってる感じだもんね。こうそうなんですよね。いつも結構なんとかなのみたいな張ってる感じなのが弱ってなるところがいいですよね。ギャップ、ギャップ、ギャップです。ギャップです。じゃあ次いいですか、読ませていただきます。はい、お願いします。バカの溝知るさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。第3話第4話を見た感想なのですが、はい、ハクは可愛すぎます。なんと、帰ろうとするケーマを引き止めるハクを見てズキュンときました。やっぱりだがしかし長いね。長い。第4話エルシーの髪の毛が下ろされましたね。はい、髪の下りたエルシーを見た瞬間、僕はエルシーに惚れました。今期のアニメで一番の可愛さでした。下ろしてた方がいいのかな。え、ポニーテールダメ？ポニーテール、いやポニーテールなのがそのギャップですよ。やっぱり普段ポニーテールなのが。そっか、お風呂の時もポニーテールだった。そうだ、バレないように。バレない、何が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 あるんですかね。隠してるのかな。ここパカって開くとか。もはや悪魔以上の何かになりましたね。ここから取り出してき、取り出して出てきたよって。違うね、違う違う。そっか、そういう。いや、そうですね。いや、これもギャップだよね。ギャップ、やっぱギャップなんですよね。うん、普段と違う姿というか、そうまあ一面。そうですよ。カマ、カマの働きですよ。あ、そっか。カマグッジョブですよ。ハクアのおかげ。ハクアのおかげですかね。ハクアのおかげじゃなくない？取り憑かれてるから。あ、そっか。じゃあ。かけたまのおかげだ。かいい仕事してるじゃない、かけたま。僕らもいい仕事。なんかかけたまサイドに寄った。もういいんですよね。下ろしてるの可愛かったです。すごい。私も思った。なんかこういつもと違うと思った。可愛い。いやでもなんかそのあのシーンいいよね。すごくいいです。ハクはハクは大丈夫だよっていう。すごい好き。あれすごい泣きそうになります。本当に。私もやってて泣きそうだった。すごいうるってきました本当に。ね。いいですよね。なんかやっぱりこう二人は仲良しなんだなって思って。絆の強さを感じますね。ね、もう一回見直したい。見直したい。皆さんも見直しましょう。見直しましょう。そのキュンとくるポイントと、ね、うるっとくるポイントを。キュンうるポイントを。はい、はい。たくさんのお便り本当にありがとうございました。ありがとうございます。で、で、すごい今元気に入ってきた。あのアイキャッチみたいな、こうアイキャッチなんだろう、こうね、はい、アニメでよくある。で、でここで最新情報。あ、なんでしょう。本日6月1日発売の週刊少年サンデーでも告知されましたが、エルシー&ハクアのアルバム発売が決定しました。パチ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 。はい、アルバム1枚通してずっとエルシーとハクアという内容です。二人っきりですね。二人っきりですね。二人っきりですね。ねえ、盛りだくさんですよ。はい、アルバムの内容なんですけど、お互いのこう新曲もあり、エルシーとハクアのデュエットによる新曲もあります。いいですね。盛りだくさんですよ。いいですね。はい、もうレコーディングしましたか？私レコーディングエルシーの曲しました。新曲ですか？新曲。どんな感じだ？どんな感じって言っていいのかな？どこまで言っていいんだろう？ボンボンや。元気な曲。広。広はい。あわあわしてる感じ。え？曲の中であわあわするんですか？どこまで言っていいんだろう？あわあわしてる感じだよ。気になる。気になる。いやもう本当にでも、はい、エルシーの慌てる感じとか可愛らしい感じが本当にキャーって詰まったような曲になっております。いい、はい、楽しみに。はい、サルちゃんはまだかな。まだ歌ってないこれから。じゃ楽しみだね。どんな曲か。どんな感じなんですかね。やっぱエルシーはエルシーらしく、ハクアはハクアらしくなんですかね。かっこいいんじゃないかな。もうなんか全部英語じゃない。あ、ダメダメです。ここダメです。ダメ。記録に残したらダメです。ダメです。実現しちゃうから。なんか全部英語のかっこいいな。いやいやいや、サオリちゃんの全部英語。言ってない言ってない。あれこれなんだろう、この空気。お願いします。いやいやいや、お願いします。というわけで詳しい情報などは、
随時、うんうん、週刊少年サンデー、はい、神の実公式サイトでお知らせしていきます、はい、皆さん発売をお楽しみに、はい、ではではここで1曲お届けしましょう。今回のそのアルバムに収録される曲です。愛の予感 LC バージョンです。愛の予感 from LC。あれ鳴らしたいですね。あれあれ、あの何演奏してくれるの？演奏ちゃんが そこだけやりました。シャララカナエさんが歌うんだったら私後ろで一緒に歌おうよ。そこは一緒に歌おうよ。一緒に歌いましょう。楽器やりながら、楽器やりながら。私何やろ、なんかタンバリン、タンバリン、タカタカタカ、めっちゃかっこいい曲なんか終わってしてる曲だね。崩れそう。全部無視でシャカシャカ。それも MC らしいっていう。マラカスとか、なってそうですね。うん、なってない。なってない。はい、というわけで、はい、聞いていただいた曲は、はい、愛の予感 from LC でした。さあ、この後は中川かのんちゃん役の遠山奈央ちゃんが登場するミニ番組、遠山奈央のかのんノートです。遠山奈央のかのんノート。と知る世界、中川かのん役の遠山奈央です。皆さん CM 見ていただけましたか？かのんちゃんの、CM なんですけれども、ニューシングルが発売ということで9月発売なんで、ちょっと、まだ先、6月なんでまだちょっと先な感じはするんですけど、もう9月なんてあっという間ですよ。夏休みもありますしね。さて、今回の神の実ラジオは愛の予感が攻略テーマになっていますが、第2期のエンディングテーマ愛の予感、私も聞きましたよ。おー、これはですね、私のツボをグイグイと押してきてくれまして、特にですね、一回聞いただけで私、あのサビの神の実と知りたいの皆さんと、あとサビのそのストリングスのこうすごい甘酸っぱさがですね、もうキュンキュンしました。それから恋の印にはなかった掛け合いのところとかはがあって、愛の予感にはもうそこのところ、掛け合いのところがすっごい私の中でもう盛り上がっていって、もうそれでサビっていうその流れがもうすごいすごい良かったです。それから、CD なんですけど、神の実と知りたいの皆さんと掛け玉隊の2バージョンがあるということで、いやこれももう聞いたんですけど、この2バージョンどちらもすごいいいなって思いました。その第1期私も歌わせていただいたんですけれども、第1期のヒロインたちが歌う恋の印からの愛の予感ということで、こうカタカナで恋の印、そして愛の予感からのみたいな第3弾も思わず期待してしまいました。そして今回は6月1日配信分ということで、本日クスノキのキャラソンが発売になりました。いよいよ第2期のキャラクターたちのソロ曲も聴けちゃいますよということなんですけれども、せっかくですからこの番組の中でも紹介していきたいと思います。では1曲、神の実キャラ CD5 春日クスノキス
ターリング小清水亜美でサムライガールの憂鬱。信じたいなどん願いたい心差し誇り高く目指す道へ向かって一本に息のむけど違和感でざわめいてるハート弱みを見せずじっと忍耐だけど本音はかなり限界好評発売中。神の実キャラ CD5 春日楠の木スターリング小清水亜美でサムライガールの憂鬱をお聴きいただきました。この曲すごいなって思うのがその舞踏家としての男らしい楠の木のその凛とした部分と女の子らしいそのキャルンとした楠の木の二面性が聞いててもうすごい伝わってきて小清水さんすごいって思っちゃいました。いやーなんかもうまさにその二面性がそのクスノキちゃんの可愛いところだなって思うんですけどアニメ本編でその男らしいクスノキが女の子らしいクスノキと戦っているっていうところでその私は両方ともクスノキちゃんが好きでもう男らしいその凛としてる部分もすごく好きでその男らしいっていうか親父っぽいところもあったりとかして頑なで頑固でっていうところがあったりとかしてでもそこもなんかこう可愛く愛おしく思えてしまうっていうのがすごいクスノキの魅力だなって思います。さらに来週6月8日にはハグアのキャラソンもリリースされちゃいます。じゃあここでその曲をお届けしたいと思います。神の実キャラ CD00 ハグアスターリング早見沙織でネイキッドジーニアス。6週連続 CD リリース第4弾神の実キャラ CD00 ハクアスターリング早見沙織でネイキッドジーニアスを聴いていただきました。かっこいい。なんかこうハクアのこの強気な感じがバーンって現れてて、あとこのハクアのこう本音っていうのがすごいまっすぐ伝わってきてすごく迫力があるなって思いました。ハクアのキャラが完璧主義なここで満点じゃないならゼロと同じっていうこう歌詞があるんですけど、それになんかもう全てが集約されてるなって思えるくらいこうなんかもう曲全体もすごいかっこいい。さっきからそれしか言ってないんですけど、もう本当にかっこいい曲だなって思います。さて今回はたっぷりと新しい神の実のキャラソンをお届けしたところで、私が制圧する時間はここまでとなってしまいました。
今回はエルシー&ハクア、カナエさんと早見さんの2人がパーソナリティを担当しているんだそうですけれども、しかも今回は愛の予感がテーマということなんですが、私があこれって愛やもって思ったことは母のことなんですけど、こうお仕事とか行くときに、あ お水忘れたとか軽食忘れたって思うことが多々あるんですが、カバンを見るとですね、お水が入ってるっていうことがそれも多々あるんです。なんかこう母の愛を感じました。これが私の愛の予感です。ああ素敵、母の愛ですね。うん、お母さんすごいね、できるお母さんですね。やっぱできるお母さんですよね。でも親ってやっぱそういうものですよね。忘れそうなものも全て分かってるっていう、そうですよね。それが間違えてないのがすごいですよね。当たってるっていうのがすごいな。わ、愛ですね。愛の予感というか愛ですね。これはもうもはや愛ですね。予感を超えましたね。超えました。いいなぁ、いいな、いいなぁ。あ、そしてですね、かのんちゃんのコーナーで6月、はい、8日に発売になる、はい、ハクアのキャラソン、ネイキッドジーニアスという曲なんですが、はい、はい、オンエアされてました。されてましたね、はい、レコーディングどうだった？レコーディングは結構曲自体がすごいこう、まあ、アップテンポで、うん、かっこいい感じの曲なので、うん、レコーディング中もだいぶエネルギッシュに、あ、はい、を意識して歌ったりとか、あといつもの自分が歌うのよりも歌い方に癖をつけてみたりとか、うん、そういうのだいぶ意識しましたね、はい、なるほど。すごいかっこいい曲なのですごいお気に入りです、はいはい、ぜひ皆さん、はい、CD をゲットしてください。お願いします。富山奈央ちゃんありがとうございました。神の実ラジオ、今回の神の実ラジオはスペシャルバージョン、エルシー&ハクアのかけたま隊の2人でお届けしています、はい、さあここからは番組のテーマの方に行きましょう、はい、今回の攻略テーマは愛の予感を攻略。愛の予感、愛の予感、愛の予感って感じたことありますか？読んでる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 。でも愛の予感ってどういうことなんだろうね。さっきのなおちゃんのは、まあ、もう愛だったよね。愛でしたね。予感、母の愛だったよね。予感ですからね。予感だからなんかこうドキッとする瞬間とか。でもなんか少女漫画とか読むとありません？愛の予感たくさん、あのキュンとするポイント、キュンとするポイントみたいな。あ、なんですかね。少女漫画とか結構読んでましたか？少女漫画好き。どういう感じのあれに憧れますか？なんか角でぶつかるんでしょ、その後再会するんでしょ、加えててその後再会して、ベタだな、 あの時のお前、あ、ベタだな。なんかなんでこいつのことをこんなに気になってるんだろうみたいな。なんかほらケイマくんも言ってたじゃん、あのなんか嫌いからは好きにこうなんか変換できるって、あれだよ、あれだよ、あれですね。どれですか？難しいね。でも愛の予感、うん、難しい。まずちょっとリスナーさんに、はい、はい、今回はですね、愛の予感がしてならないというテーマで、はい、だいぶだいぶ愛の予感ですね、はい、リスナーの皆さんが、あれこれって恋、いや愛という感じで、はい、もしかしてあいつ俺のこと好きなんじゃね、あららら、らと愛の予感を感じた瞬間、あらら、恋愛フラグが立った時のエピソードを紹介していきたいと思います。フラグ、フラグかちゃうんですね、うんうんうん、で、今回はその愛の予感が私たち女子的に見てどれくらい可能性のある予感だったのか、うん、これをエルシーたち、私たちのこう、あ、エルシーたちのですね、頭についているかけ玉センサーっぽい、うん、ラブ玉センサーを用意したので、かわいい反応をこうしていきたいと思います。はい、ラブ玉センサー、はい、はい、じゃあ、沙織ちゃん、はい、ラブ玉センサー一回押してみてください。じゃあ私が告白します。キャー、沙織ちゃん、第一印象から決めてました。ラブ、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 混乱してるのかな、ラブ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 、混乱してるの、いや、混乱してます、混乱してます。あのもう
感情が溢れ出してしまいました。こういう感じで伝わったかな。惜しすぎちゃった。ラブ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 っていうのと説明しちゃったよ。まあやってこう、やってくださいね。はい、まあだからたくさんだったらオッケーオッケーってことですよね。ならなかった場合はまあ察してください。察してください。はい、というわけでご紹介していきましょうね。ペネームカノンに好かれているケイマになりたい。なりたい。高校生ですが、授業中ある女子生徒とよく目が合うんです。キュン。早い早い。まだ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 。また、はい、その子にメールしたら。はい。呼び捨てでいいよいいよと帰ってきたのです。エコがかった。これって疲れてませんか。ひラブラブラブ。これ押し方難しいね。難しいですね。あ、これはだってこれもういける見てるいけるいけるこれはいけるぞ。じゃあもっと押してくださいラブ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 呪文のように。へえ、でもだって見てるってことですね、うん、相手がよく目が合うってどういう感じなんですかね。どういう席で座ってるんだろう。でもどちらにせよどっちかがよく後ろとかを見ないといけないってことですよね。か横か横とか横の端と端。 あ呼び捨てでいいよの言葉について。呼び捨てでいいよっていうのはもういいよってことなんじゃないですか。まあそうですよね。本人が言ってますからね。でも呼び捨てでいいよってなんて呼んでるんですかね。例えばなんとかさん伊藤さんとかだったのをかなえでいいよみたいなってことな、ね、もしくは、はい、伊藤体育会系出しちゃった伊藤でいいよって。どんだけ体育会系の女の子なんですか。自分からそれを提案するんでなんて言ってたんだろう。なんとかちゃんかなえちゃんって言ってたのを、うん、叶えでいいよ。それはもうだってもう結構もう。あ、なんかまだダメだった。あ、でも正しい正しい。この効果も正しい。なんかなった。なんかめでたい音楽なった。入ってたんですねここに。これだこれ。一個下のものです。ボタンいっぱいあるから。確かになんか鳴った。でも本当にまさしくこんな音楽。あ、じゃあ本当にじゃあこの流れで次にごめんなさい本当にいきますね。はい、惑星さんからいただきました。ありがとうございます。これはコンビニの会計の時に体験した話です。コンビニの店員さんが手をギュッと握ってお釣りを返してくれた。これって愛の予感。エンディングが見えた。こんな店員たまにいますよね。ええラブすっくな。これは多分親切な人で、うん、それか小銭が多くて落ちそうだったから落ちそうギューみたいな。あ、落ちちゃってみたいな。あ、ちょっとギューみたいな。これなのことかな。でも思うんですけど何事もやっぱほどほどくらいが良くないですか。どういうこと。こう本当に手をギュッて握られたら結構びっくりしますね。コンビニの店員さんにびっくりする。びっくりしますよね。何事って思う。何事って思います。ほど、うん、よくさらっ。え、それはラブがあるってこと。ラブはないですけど。ラブはないですけどギュッて握るとむしろびっくりしませんか。確かに。なんで難しいけど。でもこの惑星さんはそのコンビニの店員さんのことが好きだったのかな。じゃなくてびっくりしただけ。びっくりして愛の予感。もしかしたらあれですよ、行きつけとかだったらちょっとわかんないですよね、うん、よくなんか話す人とかで急にギュッてされたら、うん、愛の予感ってなるけど、うんうんうん、時と場合によるんですかね。うん、そうだね。なんかどのくらい知り合いかとかもあるのか。そうですよね。難しい難しい。だでもそれはちょっとうんってぐらいですかね、うん、ラブ。あ、おっしゃった。いいおことラブラッ。このくらいですね。はい。はい。じゃあ続きましていきます。はい、ペンネーム、落とし紙を落としたいからいただきました。ありがとうございます。さて、僕の愛の予感がしてならないですが、はい、高校生の頃、バイト先でのこと、
休憩中に後輩の女の子と喋っていて、何の気なしに何々ちゃんは髪の毛綺麗やねと言ってみたところ、ラブ！落ち着いて、まだ、はい、いやー意外と傷んでますよ、触って確かめてみますと返され、そのまま髪をなでなでさせてもらう展開に、おー、女性にとって髪の毛は特別なものと信じていた僕はこのことだけで、もしかしてこの子俺のこと好きなんじゃと愛の予感を感じてしまったのでした。ラブ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 、早い。これラブラ、あれ別れた別れた、うん、どうなんですか、これでも結構なんかこう何の気なしに言ったから何の気なしに返したと思うんですけど、私は何の気返しですか、何の気返しです、技みたいな何の気返しですねこれ。でも、触っては言いませんくないですか、言わないですか混乱しちゃった、触っててなでなでされてるんですよ、その間どうしてるんですか、でしょってことじゃないの、わかんないけど、どやみたいな、なんかこう何気なしに言われたから何気なしに書いて返して、ですよねみたいな、先輩そうっすよねみたいな、だからわかんないですよね、どの程度なのか、そこの空気にもよりません、なんか二人きりでみたいな、二人きりで無言の状態になってしまったらなんかちょっと、それはちょっとなんか女の子側もドキドキしてるかも、ドキドキみたいな、でもいやーみたいな、傷んでないっすよみたいな感じだったら、どすか先輩みたいな感じのノリだったら、普通言い方かな、言い方ですね、触って確かめてみますって言ったら、ラッ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 、何にかなえさんのにあーそうですね、じゃあ次、はい、あ、アンドロメダザダゾ、言いづらいやつ、言いにくいよ男女6人くらいでカラオケに行った時のこと、一緒に行った女の子がラブソングを歌っていて、曲の最後の歌詞に好きだよという部分があり、その好きだよ部分を僕の目を見て歌ったんです、しかも指を指しながら、その時僕の中でフラグが立ったような気がしたんだ、早っこれはフラグと見てよろしいですよね、ラブ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 ラ、これはだって、これはだって目見ちゃってますもんね、指も指してますよ、冗談じゃないですよね、冗談でやる、その子によるな、もう全部これだ、ケースバイケース、冗談で、好きだよみたいな、なんか、好きだよみたいなノリなのか、でも、目を見るなら、私も指も指しますか、あ、でも逆にどうなんだろう、そういう振りがある曲なのかも、その、それ心折れますよ、それ、えいっていう、こう指さするから、でもそれを誰にするかを選ぶのはこの人とか、6人くらいで、男女6人ですもん、男女6人くらいで行って、お前が好きだよって刺したってこと、刺したってことか、お前がって言っちゃった、お前が好きだよっ っていう歌詞か分かんないけど言うことかもしれない、これはでもなんか結構、でもなんか立ってる、ダブ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 、これはいい、その後付き合ったとかそういうのじゃないですか、そうです、それ欲しいですね、そのエピソードそのエピソード欲しい、だからでもそれ言っちゃうともう完全にラブですよね、そうですね、私たち話しなくてもいいか、もう、ね、もうここパッパカパーってさっきの本当にすいませんあーすごーい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました、はいはい、ではでは、ここで1曲お届けしましょう、はい、曲紹介お願いします、はい、6月の8日の発売の神の実キャラ CD00 白亜スターリング早見沙織からカップリングに収録されている曲です、愛の予感 from 白亜、始まり
違いますね、エルシーのと。あ、そうだね、はい、アレンジが全然違う、うん、あとあのそれぞれの愛の予感の一番最後に大好きって入ってるんだよね。これカラオケでやりましょうよ。これあれなんで吹いたんですか。なんで吹いたんですか。最後に本当に一番最後だよね。そう、指さして指さして大好き、ラブ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 、いい、あいい、指さしちゃいましょう。じゃあ指さしちゃいましょう。あでも、あ、そっか、女子がやるんだよね、今男性が男性が、おぉ、どうなる、ありがとう、 ありがとう。あでもぜひ歌ってほしい、歌ってほしいですね。白亜のバージョンもすごく素敵です。ありがとうございます、はい、ね、今日はテーマが愛の予感ということもあり、愛の予感がたくさんかかっております。そうですね、フラグ立ちまくりですね、はい。第2期 CD シリーズも好評リリース中、6月8日発売、神の実キャラ CD00 白亜スターリング早見沙織より、愛の予感 from 白亜でした。神の実ラジオ、何よカツラギのやつ、結局部屋から出てこないじゃない。神兄様、お年神モードになっちゃうと周りが全く見えなくなるんだ。ま、別にカツラギに会いに来たわけじゃないからいいけど。あ、いらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか。ご注文は、いかにも喫茶店の常連って感じの二人ね。びっくりした、お前店で作ってるやつなんで。いただきます。すごい、うわ、これすげえソースが、まあ、ソース、うん、ソースうまい、うん、まあ音楽は、和久さんは結構音楽こだわる方ですね、うん、まあ僕基本的に何でも一つ聞かれたら三つぐらい答えるんで、うざ、まあ、あの常にうざがられてますけどね、倉田さんには、うんうん、もう本当にうざい。安心してください、もう終わりました。まあまたね、この先もあればいいですけどね。去年、一昨年、その前の年ぐらいのも含めてなんかあった原作者の中ではうざさピカイチだった。なんでそんなうざいの。でもこんなに一緒にいる時間が多かったのもピカイチだ。いやだってやっぱあの聞かれるから、聞かれるとやっぱり一言で終わらせるとどういう風に捉えられるか分かんないから、それをこういう風に、僕はこれ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 こういう理由でこういう風に言いましたよっていう結果、10にも20にもなっちゃうんですよ。でそれで途中でどっかで、おい、そろそろやめとけっていう感じの空気を感じるとやめちゃうんですけど。いや、あんた絶対感じてないよ。あんたを、まあ、感じてるけどやめてないだけ。あ、それはそっちか、そっちは。でも音楽の場合はこれがいつまでも聞かれるんですよ。ああ、まあ松田さんがしつこいからね、音楽に関しては本当には。だから音楽に関しては常にね、どうですか、どうでしたかっていうふうに聞かれちゃうんで。それこそカノンちゃんのアルバムの時、曲リスト見てこんなにいるのかという。まあだから音楽はそのたまたま聞かれるんで、だ例えばもう黙っといてくださいって言われたら別に何も言わない。でも最近なんか大人アニメの別冊かなんかで前期のベストアルバムでカノンのアルバムが入ってたな。あるいは僕の新記録かもしれませんけど。各チーム。まあそれとね、やっぱね、松田さんまあ、僕の言うことをまあとりあえずまあ聞いとけば、聞いとけばね、とりあえずまあ仕事もするやろうという感じなのかもしれない。だからなんかもう目の前で何枚書かされてんだろうこの人とか。そうですね、言うことも聞いてあげるから、あの仕事もしてよっていう感じの、その僕に参加させ方がすごい上手。愛の予感ということね。まあそうで、気がつくとね、まああれなんですけどね、まあこれ愛の予感、まあこのね、でもまあ2期の音楽はね、あんまり関わってない、一気ほど関わってない。ただこの愛の予感は、いや愛の予感はただまあ愛の予感を僕が選ぶ。あ、プリングメ。なんでだよ。ちょっと聞いてくださいよ。はい。僕の音楽の話も。あ、いいよ。音楽、音楽いいね。何から聞いた？
何からえそれそれって人生の話してます？それ人生で言うとあのポンキッキとかですよ。ああ、うん、ポンキッキの何？パンダがなんだとかですね。ああパンダがなんだとかね。まあでもいやそれは音楽は好きだから、うん、音楽がこのこんだけ力入ってるのはすごいと思いますよ。僕も最初だって僕も嬉しいけどこれちょっと曲数すげえなっていうのがありました。いやちょっとすごいよ本当に、うん、曲数はと思いながらもできてくるとすごい嬉しいもんでね。毎回毎回ジャケットも渡辺さんのじゃないですか、うん、この調子でねもう別に100枚でも200枚でも出してくれたらいいんでしょうけど楽しいですけどね。200枚出たら本当に楽しいか俺は付き合いますよ200枚うん、それはもうなんぼでも行きますよ200曲目だってそもそも200曲目って誰なんだその200曲目は誰が歌って誰のキャラソンなんだその200曲目ってまああれじゃないですかね、あの下野紘さんの息子さんとか歌って誰との間なんですかでもデモ曲だけでも200曲って言ったけどデモ曲だけでも多分200じゃ全然聞かないから聞いてますよ、うん、あのアレンジデモとかも含めてで、ロッドオンリーノーズだけで何バージョンあるんだろうオンドオンリーノーズに関してはもう、ちょっと僕はあんま知らない。恋の印の方がいっぱいあるな。恋の印はバージョンいっぱいありますよ。恋の予感もいっぱいありますけども、うん、まあ恋の印はそのだってそのキャラごとのアレンジもあってしかもそのキャラごとのアレンジのデモも毎回ねえちょっと変わるごとに送られてくるわけですよ。それで出そうぜガオガイガーのなんか主題歌だけ集めた CD ってのがあってさ10バージョンくらいあるんだよあれ勇者オックスまあでも本当にそういう感じで言うと本当にどっぷりなんかもうビートルズのレアトラック版みたいだな。あ、まあそうですね、うん、うちのハードディスクには本当もう山ほどありますよそんなのが、うん、でも全部聞くの一応全部聞いてます。それはもう仕事しながらガーッとかけっぱな。まあそうですね、多分神の実の音源は多分全部聞いてると思いますよ。だそれさっき言ったみたいに確認よろしくお願いしますとか最後にどうですかって書いてあったらまたこれ10にも20にもして答えないといけないじゃないですかよくその週刊作家と両立してるよね本当にこの 1,2 年は。でもやっぱり週刊連載とか漫画家になろうなんていう人は基本的には喋りたいことが言いたいこともういっぱいあるわけじゃないですか、うん、だから聞かれるとやっぱ答えちゃうんですよ。聞かれなかったら答えないわけ。聞かれなかったら静かな人間なわけ。そうでもない、うん、まあ関西人だからね喋、うん、りたがりだからそうでもないですが、でもやっぱ倉田さんとはね、うん、倉田さんはやっぱりもうそういうのがね仕事の一部になっちゃってるじゃないですか発信すること自体が。でも僕らとかこう溜め込んでいくのに関してこの神の実いってんじゃないですか。ああそれをね、うん、ちょっと感じる時がある、うん、ああなんかやっぱり一作にかけるエネルギーってすごいなみたいな漫画家さんは。だからこう溜め込んでいったもんに対するその出口がやっぱこう単行本1個だけでやっとこうやっぱフォーマットがね足りないっていうのをアニメの中で発言許されるとすごいバーッと出てきちゃうなるほどね、うん、本当はこういうのがありましたこういうのを考えてましたっていうのを出せる機会があると、うん、まあとりあえず聞かれなくもう実現するかどうか分かんないけどとりあえず言っとこうって言わへんで何も起こらへんかったらっていうんでなんで意外とねこれがねこう吸い上げられたりするわけですよ。自分では軽い気持ちで言ったやつでも結構こうとりあえずもう大真面目に嫌いになったりするんでちょっと、うん、だんだんそのトーン落ち気味ですけど。そうですよ。だって昔もっと言ってました。だってマングローブから今日の打ち合わせってそうじゃないか。今日はしょうがないじゃないですか。だって1個目だし。いやでも例えばだってマングローブから来るその背景とか小物設定とかも最初はすごい言ってましたよ。でも今はほとんど OK ですしか言ってないんですよ。なんか一個一個の発言がなんかこう俺が思ったよりも。いろんなところになんか波及していく、波及していく、波及していることにちょっと恐れおののいて、ちょっと最近はアニメの方はだいぶ落として、音楽の方は相変わらず変わらず、相変わらず、相変わらず。録音とかって言ってるの？音の取りの時とか、まあ歌物がだけど。時間が許すと、うん、いや特にね、特に神の実のその CD とか最近のねアニメって全部そうかもしれないですけど、うん、キャラクターソングが、うん、
あのキャラクターの声が出る前に撮るじゃないですか。だから実際のキャラクターをやる前に CD が先に出るわけですよ、うんうん、だからそのキャラクターの声を誰も知らない状態で、ああそうだね、うん、となると松田さんがいや先生来てほしいんだよなってなんか聞こえるような感じで言うんですよ、ね、でもお忙しいですからねなんつう感じで言うんですよ。ほんならやっぱり、うん、まあ行きましょうかなんていうことになってっていうのをかける20ぐらいやってる。 20? 全部じゃん、ほとんど全部だよ。そうだからその方式で、まあ、このままずっとやるんですけどね多分この、ね、作詞ってどうやってる。だからあれも作詞も本当は他の人がやるはずやってくれるだろうと思ってメモったら急にそのメモ書きを元にしていきなりね曲作りましたっていきなり外堀がドーンって埋まった状態で出てきて、じゃあもうここまで来たら2番も書いてもらわないと、いやそこまで来たらもう何もって進めたのそっちじゃないですかっていうのを言うまでもなく、もうじゃあよろしくお願いします。君なんだ BL というところの誘い受けか、うん、まあ基本的にだから結果としてそうなってるんですよ、ね、まあだからその状況自体がもうそういうことになっているんですよ。松田さんがちょっと土下座攻めみたいな感じでまあそうですよ、そうですよってまあそういう感じです。あ、うん、まあだから自分のやっぱり、まあ、あの作品だからできるだけと思ってるうちにやっぱりこう、まあ髪の毛音楽系多かったしね、かの、うん、ちゃんもいたし、かの、うん、まあ、ちゃんなんかも、うん、やっぱ遠山さんがねすごい、うん、頑張ってくれてるなっていうのが分かったから、うん、なんかやっぱ力にならないと的なことやっぱ結局今回脚本も書いたし、うん、作詞もやったし、うん、声って出たな、うん、声こそ俺一番やりたくなかったですけど、でももうここで喋ってること自体がもはやって、うん、もうもはやこれもなんかねもはやなし崩しでなんだろう、セーフなんだったっけな、セーフなんだったっけな、え、アイマスブルワラまあいいんですけど、いやでもあれもあれでね、もう本当にそうは言うものの、あの前後とかはどういう、どうやって喋ろうとか言って悩んでるから結果的にすっげえ時間取られてるんですよねちょっとしたことでも、まあ、かといってね、あの他のアニメの現場が全部こうやとは思わないんですよ。やっぱり原作者は蚊帳の外って場合も多いから、まああったりはなかったりはあるんですよ、うんうん、まあ、それに比べて最近は会う機会すごい増えたけど、うん、まあだからあの個人的にはね、最後まで一回も会わなかった原作者だと思いますからね。そうですか、いるんだよ。まあでもそういう人もノータッチを貫く人もいますよ。やっぱり気にはなることは気にはなると思うんで、うん、一度どうぞってなるとどこまでも行っちゃう、大概そうなると思うんですよ、はい、うんうん、まあ、徹底的に噛んでいくか全部任せるか、もう二つに一つです、両極論になるんだろうけど、今なんかは作者の人はできるだけ関わるタイプの方がやっぱ多いんじゃないですか。今多いよ、すごく多い。週刊連載じゃなかったらもうそれこそ本当にもう、あの僕原画も動画もやってますよ教えてもらって。愛の予感、なかなか面白い話をしてたわね。かけたま交流のヒントにさせてもらうわ。神の溝知る世界、落とし神降臨ユウ。さて、そろそろ時間もなくなってきました。はい、今回の攻略テーマ、うん、愛の予感を交流しなくちゃいけない時間です。はい、これは誰が交流する。かな姉様、誰それ、誰、あれ誰、兄様、かな姉様の出番ですよ。まあ、でも2人でまず検証してからじゃあなんか見えてくるかもしれないですからね。そうですね、愛の予感、愛の予感です。いろいろありましたよね。うん、いろいろあった。でもなんか思えることがいいね。そうですね、愛の予感も予感と捉えられるという、うんうん、ドキッとするのってすごく幸せじゃない。あ、大事ですよね。それだけこう周りのことに敏感になれるってことですしね。あ、なんか自分の周りのことにハッて入れるのはありますよね。かな姉様かな姉様は今シンキングタイムに入っておりますちょっと話してて。あ、わかりました。一人で分かりました。ラブ、これはですね、このラブ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 なんですけど、だんだんこうラブ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 ラってなってちゃうんですよね
たわいないたわいないコールいただきました。かなえさんラブ、かなねえ様ラブ、かなえさんラブなんだこれあら今本当に真剣に考えております。はい、エンディングが見えたような気がするよ。気がするだけでどうかわかんないよ。よかったよかった。でははい、あそっかこれでもう行くのか、うん、行きます。愛の予感、幸せ詰まった缶詰開けよう見つけよういえいえいえラブここここあこれか答えが出た。愛の予感のかけ玉コーデュー。恋じゃなくて愛よ、あなたを思う。さあ本日3回目の愛の予感が流れてきたところでお届けしてきた神の溝知る世界お年神降臨ユーエンディングのお時間ですよ。あれはかな姉様、誰かな姉様って、あれなん愛の予感っていう缶詰があったらみんな幸せになれるなと思って。愛の予感ですか。愛の予感っていう缶詰を作りましょう無理やり繋げてきてるそれパカって開けたらねみんな幸せになれる。真ん中ちょっとあれですもんね。あれ僕幸せ詰まった缶詰見つけよう開けようみたいな見つけよう開けようみたいな湧ようみたいな、いい踏んでるか分かんないけど、いやはみ出し でも字余り、過去字余り、過去字余り字余りすぎ、字余りすぎ、余りすぎ、いい難しいね。愛の予感欲しいですね。うん、愛の予感いいですね。作りましょう。何にしますか。何詰める、何詰めましょう。髪の実グッズ、あグッズとかなんかいい空気とかね、からからかーい待ってますよって一緒ですよってわーって、あフローラル、フローラルフローラルって言ってすぐパカッパカ閉める終わった終わり幸せになったな今のこの瞬間いいんですか、かな姉様それでいいんですか。売れないな、もうちょっとね企画会議しましょうね、はい、しましょう、はい、今回は、下野様が下野様、部屋に引きこもってしまったためにですね、エルシー&白亜のかけたま隊バージョンでお届けしました、はい、どうでしたはやみちゃん。あの楽しかったです。すごいここのラジオに来るのも初めてですし、うん、かなえさんとラジオさせていただくのも久々なのでなんかえ、なになになんかなんかなんか、うん、あのもう愛の予感です。開けちゃった開けちゃいました、缶詰開けちゃった、よかった、楽しかったです。缶詰作りましょう私もすごく楽しかったです。まあ、兄様にねメールしとかないといけないからね。そうですね、今日の報告とかねこんな感じでしたって言わないとはい、というわけでですねこの番組隔週水曜日更新、次回は6月15日の水曜日配信となります。なんと次回の放送も LC& 白亜のかけたま隊がお送りしたいと思います。やったやった。そしてですね、何でしょう、次回の放送でもビッグニュースがあります。なんだなんだ、まだ言えない、まだ言えない、まだ言えない、なんだって言われてもちょっと言っちゃったんだけど、まだ言えない、はい我慢します、はい、そしてテレビアニメの放送ですが次回からいよいよ永瀬先生編に突入します。皆さんお楽しみに。はい、そしてさらにここで原作情報でございます。はい、原作は週刊少年サンデーにて毎週ドキッドキの展開で連載中でございます。最新コミック第13巻が6月17日頃に発売予定。頃です、頃です。初回限定版にはなんとデジタルクロックなるものがついてくるそうです。どんなものですか。時計ですよね。あ、時計か、時計あ、デジタル時計、デジタル時計ってことか。デジタルクロックがついてきます。デジタルクロックついてきますので、さすが、はい、もう原作もほんとドキドキでうん、ね、ぜひ楽しみ楽しみ、ぜひぜひ、はい。そしてですね番組の中でも言いましたが、エルシー&白亜のアルバムリリースも決定したので皆さん楽しみに待っていてください。ということで、はい、ここまでのお相手はエルシー役の伊藤かなえと白亜役の早見沙織でした。バイバーイ。この番組は梅雨の季節浮き傘には名前を書くのがマナー、ジェネオンユニバーサルエンターテインメントの提供でお送りいたしました。